宇田慎太郎6月1日から1976年8月18日は、日本の工学者、東北大学教授。専門は、電気工学、通信工学で、ヤギ、歌アンテナの発明者として知られる。富山県下新川郡、船見町出身。旧西ウオ中学、広島高等市範学校を経て、一旦、長野県の旧西大町中学で教職に就くが、 その後に、東北帝国大学工学部電気工学科に入学。1924年に卒業後そのまま大学に奉職し、当時東北帝国大学で流星を見た、超短波をはじめとする電磁波による電気通信の研究に従事し、八木秀治と共に、八木、歌アンテナを共同発明した。その後歌の主導的研究により、八木、歌アンテナの実用化に貢献した。 後年、インドに出張し、インド国立物理研究所電子部長を務めた。その間に本性通信機器を使用して、熱帯地方におけるマイクロ波通信回線に関する多くの基礎的データの蓄積に貢献した。1960年、神奈川大学工学部教授、工学博士、東北大学名誉教授、昭和7年に本学士院小受賞。 1966年君に当水法省受賞。君に当極日、重光明。宇田はその臨重に際して、自分の墓に、ヤギ、歌アンテナを立てることを望んだ。しかし工学者冥利として、自らの発明したものを記念碑的に残すと言っても、墓にアンテナを立てることは、奇妙に過ぎるとして、残された関係者が前後を相談した結果、宇田家の墓の星に、ヤギ、 歌アンテナの衣装を掘り込むことで代わりとした、うだけ星の拓本、虫明や康や人、ありがとうございます。